なんかすごい頭の悪い質問をしていいですかね。選挙ってあるじゃないですか。で、選挙の投票率を上げようってあるけど、その選挙の投票率が 100% になって、その政治が良くなるって、本当に申し訳ないんですけど、俺、それをまず理解してないんですよね。そこ、いや、マジで誰か、怒ってると、今、誰かが怒ってると思うけど、俺は本当に分かってなくて申し訳ないです。なんか、前々からそれがずっと気になってて、本当に昔から気になってて、なんで投票率が上がると政治が良くなるのって。そこをね、今日、話してみたいっていうか、俺の中の理屈をね、ちょっと話して聞いてもらいたくて、まずね、今投票率が足りません。まあ、若者とかのね、投票率が足りませんっていう状態が、まあ今の投票、っていうものが濁った水だとするじゃないですか。今の投票で得た結果が濁った水で、そこに新しい水、新しい投票を注いでいくと、その水がどんどん浄化されます。じゃあ今の投票されている票の結果が汚水であるならば、なんで未投票の投票してない人たちの水が清潔であるっていう確信があるのかがちょっと分かっていなくてで、今度東京都知事選が、その、4月の中から始まるじゃないですか。まあ本当に申し訳ないんですけど、あんまり選挙に行ってなくて、でまあ、今回はまあ東京都知事選は、何でしたっけ、その、秋田市市長の石丸さんがね、その東京都知事選に出るから、まあ投票しに行こうかなって思ってね。でさっきの話に戻るんですけど、俺はね、そのまあ久しぶりに俺はそのそういう都知事選とかに投票するんですけど、自分が今その今までその投票されてるその投票がすみません汚水であるならば、まあ久しぶりに投票に行く俺の投票ってその真水というか綺麗な水なのかっていうのを俺は話したいんですよ。でどういうことかっていうと、俺がねその今度の都知事選で投票するときに知ってる情報、石丸さんって YouTube でまあちらっとっていうか何回かそのこういう活動をしてるっていうのを見ただけなんですよ。情報的にね。別にその東京都知事選に出馬するみんな、皆さんの活動を全部熟知したわけでもなく、皆さんの経歴を全て知ったわけでもなく、俺は YouTube でね、見たね、あ石丸さん、あまあ、居眠りしてる人たちに対して怒ってんなとか、あなんか発言してるなとか思って投票するわけなんですよ。いいのかね、まあ、投票するけど、その程度の情報量で、投票する人たちの結果数が増えていいのか。なんでこれがいいのかっていうと、最終的に今後のさ、都知事選に出る人たちが、ああ、やっぱ YouTube で目立たないとダメなのねとか、そういう俺みたいな人間が投票すればするほど、やっぱり陰でこそこそというか、その人の目に触れずに投票、人の目に触れずに政治活動をするより、まあ、YouTube で大胆な発言をした方がいいのねってなるかもしれないじゃないですか。だから、俺はもちろん、東京都知事選に、その、なんですかね、その、選挙に行って、ちゃんと投票するけど、俺自身はね、俺みたいな人間が、バンバン増えていっても、ぶっちゃけね、政治ってものは良くならないと思ってるんだよ。で、ここをもっとうまく深く噛み砕いていくと、例えばね、俺、投票っていう仕組みがね、あんまり好きじゃなくて、例えばサッカーのチームを2つ作ります。1つは全国民の投票。しかもその全国民はそのサッカーのルールあんまり知ってない人が多いです。まあ俺もサッカーのルールそんな知らないから、その時に選手たちが何をするかっていうと、サッカーの練習とかそういった時間を割いて、俺すごいっすよとか言い始めるの。俺サッカー上手ですよとか、で次の試合ではこういった結果出しますよとか。で、それをあんまサッカーに俺詳しくないから、YouTube とか見て、あ、この人次頑張るんだ。じゃあこの人、そのサッカーのチームに、その、入れられるように投票しようっていう、まあ、一つのチームが投票制度のチームだった場合、こういった現象が起きちゃうじゃないですか。で、もう片方は、そのサッカーに熟知した普通のね、
そういうスカウトとか、そういったサッカーっていう業界を全部熟知した人たちが、その作ったチームを、もし戦わせるとしたら、片方は国民の選挙、総選挙で選んだチームと、その片方はその業界に熟知したプロフェッショナルが、たちが選び出した、まあ普通のサッカーの、そのチームのスカウトと同等な条件で集めたチーム。これを戦わせたときに、俺は絶対、プロが選んだチームの方が強いと思うんだよね。で、なんでかって言ったら、その、全国民が選挙で選んだ、そのチームっていうのは、試合結果じゃなくて、ああ、それまでのその人たちの功績とか、その人たちのそれまでの努力とかじゃなくて、その人たちが、どれだけ目立つかとか、どれだけ今後の嘘を言えるかっていうか、俺もう毎日毎日、サッカーの試合で、試合あるために18点入れるよとか、俺はサッカーが分からないから、18点も入れるんだ、すごいなとか見ながら。まあ、俺の中で政治にとっての山本太郎さんとかそういう存在だと思う。なんか、よく分かってない人間を丸め込むために、その、まあちょっと失礼ですけど、できないものをしないことをするっていうのが、俺はそういった人たちだと思っているから、まあ失礼な発言なんですけど。で、俺はその国民投票が、投票率が 100% になったとしても、今みたいな理由でね、絶対に政治はそこまで良くならないっていう理屈があるの。何でもそうじゃん。例えばこれから月に行きます。ね。宇宙ロケットを作って月に行きます。じゃあ、その宇宙ロケットを作る人たちを、ね、一つはそのプロの方々とか、その業界に熟知した方々が、そのチームを編成し出すのと、国民投票。じゃあ、整備士は誰にしますかつって。で、その、仕事の給料が高かったらさ、みんなさ、手を挙げ始めるじゃん。で、それで、俺は、飛行機乗ったことないけど、ね、タレントなんで、なんか、タレント議員みたいな感じで、頑張りますみたいな感じで、ああ、タレント、なんだ、じゃあ、整備士としても優秀かも、みたいな。よくわかんないけどね、タレントだから整備士として優秀とかもよくわかんないけど、まあ、知ってるから投票するか、みたいな。まあ、その結果、本当にそのロケットって月に行くのかなって思っちゃうんだよね。じゃあなんで世界中でその国民投票って採用されてるのって言われたら、ごめんなさい、なんか最近、絵にか、まあすいません、ちょっと絵描いてるんですけど、まあでも俺は、ごめんなさい、もういいや。絵とかいいんですけど、じゃあ国民投票って何のためにあるのって、なんで、じゃあお前国民投票っていうものが、その、いい政治を作る仕組みの上で、全く、その、役に立ったらその全くそのいい成果が出せないのに、なんで世界中で国民投票っていうのが採用されてるのって言ったら、俺ね、なんで国民投票が採用されてるかって言ったら、それは政治が汚職で政治家が汚職をできるように国民投票って作られてると思うんだよね。汚職をする上において国民投票とかめっちゃ便利なんだよ。なんでかっつったら、その出来もしないことを言って、政治に全く疎い人たちを騙せばいいから。その選挙戦っていうのが、汚職をするプロの人たちと直結してるんですよ。だって汚職をする人たちって、ね、口八方うまいこと言って、裏で何かをするっていうのが分からない。政治活動も全く同じじゃないですか。政治の投票日の数日前とかに選挙カーとかでわー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 言ってあれやるこれやるってもう汚職がそっからスタートしてるっていうか。でね、まあ皆さんこれ本当にできれば他の誰かにも伝えてほしいんですけどね、投票率が悪いから政治がうまくいかないってめっちゃ都合のいい逃げ道になりません？例えばまあ俺がね、汚職をします、イエーイ、汚職しましたね、投票して、で若者たちからもう汚職やめろよあんたっつってね、俺が言われて、でその時に俺が言うことは何かって言ったら、いや投票率が悪いから政治が良くならないんだよ、投票してくださいよって若者たちに言う。それが逃げ道になるんですよ、その投票率が悪いっていう言い分がね。でも実際は投票率と政治なんて全くの連動性がなくて、だったら今の別段投票率が悪くったって、その今悪い状態で投票する人たちの質が高まればいいわけだし、で逆に言うならば今投票してる人たち以外が
投票してる人たち以外の投票してない人たちは政治に興味がないわけだから、興味のない人たちが、その、じゃあ選挙行こうかってなったって、まあそれこそタレント議員とかさ、全くそのパッドでの口がでかいとか口が達者な人たちだけが受かるっていう可能性もあるし、まあだから俺は絶対に、なんつうんだろう、国民投票っていう仕組みである以上、汚職をね、減らすっていうのはね、無理だと思ってるんだよ。汚職を助長するために国民投票ってあるから、じゃあ、汚職のない政治を作るにはどうすればいいのって言ったら、もう本当に結果主義。もうその世界のプロフェッショナルの人たちが、その世界においての一番優秀な人たちを選抜する。まあ、サッカーとかと、どのスポーツでも、まあ、同じですよ。だから、ただ単に能力がある人たちを、その能力を見定められる人たちがね、選抜する。まあ、これがベストなんですけど、でもこれにも無理があって、じゃあなんでそれが無理なことがあるかって言ったら、政治っていうものが、その日本社会とか、まあ、世界の社会において一番金を持ってるからね、その選抜する人たちも丸め込められちゃうんだよね。例えば、なんていうの、サッカー選手がいてさ、で、それで、そのサッカー選手を選抜する、そのスカウトの人たちがいるじゃないですか。でも、その人たちのスカウトをする人たちに、その、サッカー選手が、見てくださいって、過去の成績とかをバン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 、いい結果を残すためにプレイをするっていうのが、サッカー選手とスカウトの方の、この、つながりじゃないですか。つながりというか、その仕組みじゃないですか。でも、これを政治にやっちゃうと、政治家は、その、サッカー選手をスカウトするような、政治のスカウトをしてくるような人たちに汚職というか、賄賂を渡しちゃう。すみません、ちょっと俺喋りが下手すぎて。だから、やっぱり、その政治の世界において、その政治の世界を熟知したプロっていうか、その熟知した政治家をスカウトする人たちが政治家を構築するっていう仕組みは、まあ、それはそれで難しい。そっちも結局汚職まみれになるから、だから国民投票っていうものと、俺はね、国民投票っていうものと、その政治を熟知した方々がスカウトをするっていうのは、まあ政治を熟知した方々がいい政治家をスカウトするっていうのも汚職が入るから無理だと思っていて、まあその時点としてね、時点というか、まあ国民投票っていうのが、まあ現状できる、その精一杯の制度なのかなとは思っちゃいるけど、でも国民投票っていうものの、その確率、じゃ投票率が 100% になったとしても、さっき言った都合でね、絶対に俺は政治は良くならないと思うんだよ。で、これを話したときに、これでもう全然とか、まあいいか。まあ大したページじゃないっていうのもあるんですけど、これを話したときに、じゃあお前何なのつって、国民投票も否定するし、その、サッカーのように、その政治家、いい政治家をスカウトするような方法も実現化は難しい。じゃあ何なのって思うかもしれないですけど、やっぱりね、最近俺そこに答えがあって、じゃあ俺の中の答えって何かって言ったら、やっぱ AI なんだよね。AI って賄賂欲しがらないし、そういう、なんて言うんだろう、フドっていうんだっけ？そういう誰かを優先したりとかしないじゃないですか。まあ、AI にそういう誰かを優先する仕組みが作られちゃったら、けど、その、いろんな企業で、その、いい政治家を選ぶ、優秀な AI を作って、で、その AI は別なね、マニフェストとかいらないんですよ。その、マニフェストって、そういった政治家の方々の活動を見てない人にとってのマニフェストなんですよ。例えば俺が、まあ、その、なんだろう、政治家になって、毎日働かなくて、まあ、適当なこと言って、部下に指示出して、部下に適当なことやらして、でもね、その、投票のさ、数ヶ月前からさ、適当な嘘をさ、練りまくればいいわけだからさ。でも AI にはそこは必要ないんだよ。AI には情報をひたすらに投げればいいから、その政治家の方々がどういう暮らしをして、どういう活動をして、どういった結果を、出してるかを AI に渡せばいいんですよ。で、そっから AI が政治家を選抜する。で、あとはその AI の精度を高める。まあ俺は将来的にそれでいいんじゃないかなって思って、その、賄賂とかでごまかしが効く投票もだし、政治に全く、今日全くっていうか、ね、あんまり熟知してない人たちの投票もダメだと思うし、
俺は最終的にその業界の情報を全て熟知した上で賄賂も一切受け取らない AI が選んだ政治家の集合体っていうものがまあね、いいんじゃないかなって言って長々となりましたかね。まあちょっと今回の漫画はね、おまけ漫画はね、カラーをね、2色でね、なんかとある作品でそういった2色のね、カラーが参考になったんで、話まとまってないんですけどね、でも投票率を上げれば政治が良くなるっていうのは、何もしない政治家がうまい逃げ道だと思うんですよね。だってそれでさ、そこの線に来たら楽じゃん。何もしなくてもさ、いや投票率悪いからだよって言ってきゃさ、それでいいんでしょ。で、それにごまかされちゃいけないよね。投票率とかじゃないよ。ちゃんと働き